炭火で焼くフリフリチキン。フリフリチキンは、鶏肉を直火焼きしたハワイ料理で、照り焼きチキンの一種である。代表的な調理法は、鶏肉を網に置くか、串に刺して、フリフリ、ソースという甘いタレを繰り返し塗りながら、炎の上で直火焼きする。なお、フリとは、返すあるいは、回すを意味する言葉である。また、アメリカ合衆国において、フリフリは、米国パシフィックポールトリー社の登録商標である。フリフリチキンの歴史は、ハワイ島ヒロ出身のポルトガル系人、アーニー・モルガドと日系人の養鶏農家、マイク・アサギが、1950年代半ばに、養鶏農家の寄り合いにおいて、モルガドの母のレシピに基づく照り焼き風ソースで、調理したチキンバーベキューに始まるとされる。それが好評だったのを受けて、二人は、オアフ島のエバビーチに共同でパシフィックポールトリーカンパニーを設立し、モルガドの母のレシピによるソースとバーベキュー用チキンの量産を始めた。なお、最初のソースのレシピは、モルガドの祖母のものであったと伝える文献もある。モルガドは、ファンドレイザーの目の前でフリフリチキンを焼き始め、彼らが教会や学校でフリフリチキンを焼いては売るというスタイルで資金を集めた結果、モルガドの義理の息子によると、数年のうちに何百万ドルもの出資金が集まった。ハワイでは何年もの間、フリフリチキンを焼く人の姿が見られた。フリとは、ハワイ語で、回すを意味する言葉である。元祖フリフリチキンは、間に合わせのロティスリーの串に刺さった複数の鶏肉を、フリの掛け声とともにひっくり返し、ソースを塗り、グリルするという調理法であった。パシフィックポールトリーカンパニーは1973年にフリフリの商標を取得した。モルガドはフリフリソースのレシピで有名になり、ハワイ州の農業委員会委員になったり、ポルトガルの名誉副領事に指名されたり、ホノルル在住のポルトガル系移民コミュニティから賞を受賞したりした。1986年にはフリフリソースを瓶詰めにして、小売店で流通するようにもした。2010年代になると、フリフリチキンは格式の高いレストランからロードサイドの屋台、ミニマートやドライブインまでハワイ州の至るところで見られるようになった。そのようなところでは多くの場合、網の上にたくさん並べられた状態で売られている。モルガドはフリフリソースのレシピを絶対に公開しなかったけれども、多くのシェフがその解明に取り組んでいる。フリフリソースのレシピとしては、パイナップルジュース、ケチャップ、醤油、蜂蜜または黒砂糖、ごま油、生姜、ニンニクなどを材料とするレシピがいくつか見られる。レモンジュースやウースターソース、シラチャーソースを必要とするレシピもある。その他、砕いた乾燥赤唐辛子、米酢またはシェリー酒由来のビネガー、チキンブイヨン、白ワイン、マスタードを入れるレシピもある。フリフリソースをつける前に塩水漬けして、下味をつけるレシピもあり、その場合、漬け汁に、紅茶ソルト、砂糖、ローリエ、ニンニク、ごま油、タイムなどを使う。直火焼きの方法は、網焼きでも串焼きでも良い。焼いている最中に何度も返しを行い、ソースを塗る。昔は香り付けのために、メスキートの木切れで起こした火の上で焼いた。メスキートは、北アメリカ大陸メキシコの乾燥地帯原産の低木であり、ハワイにおいては外来種または侵入種にあたり、キアベと呼ばれる。フリフリチキンの主要な材料となる鶏肉は、ニワトリと赤色野鶏の交雑種から得られるものである。赤色野鶏は100年以上前にポリネシア人がハワイに持ち込んだ種であり、一部が野生化している。野生化した赤色野鶏は、ハワイの島々を自由に歩き回っており、他の鳥類と同じく州法により保護されている。人間が集中する地区に迷い出てきてしまった場合は、食料にされるが、動物愛護協会の施設で安楽死させられる場合もある。ありがとうございます。